どうも、あえちゃんです。今回なんですけれども、レッドシャンクスのおすすめメダルを3つ紹介と2セット紹介もしていこうかなと思います。最後にですけれども、その一番使う3点セットを使ってリーグね、2000潜っていこうかなと思っております。で、今メダルつけてるのですね、ルフィ3点セットになるんですが、普段とつけてるのは違うのが一つですね。まあ、この3000万ルフィのメダルになるんですけども、初心者の方大体ゲットしてるかなと思うんですが、敵を KO した時、スキル2のクールタイムが 8% 短縮するとなっているんですが、今回ね、シャンクスですが、スキル2が無敵のスキルになっていて、これを使うことによって赤髪の覇気状態になるんですが、まあ、この覇気状態をいかにキープするかっていうのが大事っていうのと、いかに早く発動できるのかっていうのが大事になるんですけれども、で、シャンクスってアタッカーじゃないですか。まあ、簡単に敵を KO できるので、この3000万ルフィを入れることによって、スキル2のクールタイムが短縮されるっていうことで、めちゃめちゃ強いメダルとなっております。で、一応タグとかを見てもらうと、まあ、なかなか発動しますので、タグとかもおすすめですね。スキル2のクールタイムが短縮速度が 20% 増加するっていうことで、麦わらの一味でタグすべて揃っているので、めちゃめちゃおすすめなメダルとなっております。続いてですが、バロックスワークスのメダルになるんですけれども、こちらのめちゃめちゃいいところっていうのがですが、ミスター3がですが、スキル1を使った時ですね、スキル2のクールタイムが 5% 短縮っていうことで、まあ、スキル1を打ちまくることによって、スキル2がガンガンに回せるっていう状況になりますね。簡単に言うと、シャンクスってスキル1って使うことが名場面として多いかと思うので、めちゃめちゃいいですね。で、この2枚のメダルっていうのがですが、イベント限定メダルとなっているので、まあ、初心者の方とかね、始めたばかりの方っていうのはですが、持ってない方たくさんいるからと思いますので、これ作るのはかなり難関なメダルとなっております。あと、このバロックスワークスでスキル2のクールタイムも、短縮ついてたり、ミスバレンタインメダルとか、ミスター5のメダルですが、お宝の方ですね、こちらが多く取ってても少なく取ってても、ゲージの方が 10% 短縮だったり、これもそうですね、10% 増加ですね。なので、この2つのメダルもおすすめとなっておりますね。最後ですが、ハンコック3点セットっていうことで、まあ、ハンコックってめちゃめちゃ強いんですよね。まあ、アタッカー向けでもあり、ゲッター向きでもあり、ディフェンダーとしても使える。本当に、バランスが取れたメダルとなっていますね。一応、短縮の方もめちゃめちゃついていますし、一応、メインとしてはですが、まあ、タグが強いんですよね。まあ、こちらのタグがですが、自分がいるお宝エリアに味方がいないとき受けるダメージは 10% 減少だったり、スキル2のクールタイムの短縮がついていたり、ダッシュ速度もついてたりですね。あと、自分がいるお宝エリアに味方がいるとき与えるダメージが 10% 増加するとかですね。もう、いろいろと強いタグがついているので、ハンコックってめちゃめちゃおすすめなんですよね。で、一応ハンコックっていうのがなかなか手に入れるのって難しいじゃないですか。もしハンコック手に入れてるのであれば、このハンコックもおすすめとなりますね。で、個人的な意見としてはですが、このルフィ3点セットが一番強いと思っております。で、もし2枚編成作るのであればですが、この2枚セットがおすすめメダルとなっていますね。で、もしルフィがいないよっていうことで、3000万ルフィは大体持ってる方が多いかと思うので、まあ、左側のルフィローのメダルがない場合は、他のルフィのメダルで代用するのもいいのかなと思います。で、続いてですが、この2枚セットもおすすめですね。まあ、一応イベントメダルになってしまうんですが、クイーンのメダルがいいんですよね。体力 70% 以上の時、スキル2のクールタイムが短縮 13% と、で、最後ですが、サーベルタイガーメダルということで、スキル1を使えばスキル2のクールタイムが 5% 短縮するっていうことで、意外とタグも揃ったりもするので、かなりおすすめなメダルとなっています。まあ、メダルにおいて大事なことといえばですが、まあ、シャンクスのメダルについて思うことはですが、とにかくスキル2ですね。このスキル2をどれだけ周回できるかっていうのを、重大に考えた方がいいかなと思いますね。いかにずっと覇気を保てるかっていうのが大事になりますので、まあ、それが保てないメダルだといらないかなと思います。タグを見て、固有特性を見て、自分で合うメダルを作るのもいいのかなと、個人的には思いました。ではね、試合の方やっていきましょう。では、ルフィ3点セットをつけたメダルでね、やっていこうかなと思います。まあ、皆さんね、ルフィ3点セットってとても大事なんですよ。まあ、何が大事かってさっきも言った通りですね。まあ、スキル2をどれだけ早く周回することが大事ということで、まあ、敵を、まあ、KO するっていうのをメインにやっていきましょう。まあ、とにかく敵を KO しないことによっては、スキル2っていうのが短縮できませんので、とにかく火力も上げてガンガンやっていきましょう。ここ早速裏ですね。で、ここスキル2を使ってのドーンもすぐ覇気をね、
保っとかないとやばいんで、はい、KO をすると、まあ、短縮していくでしょ。で、これでまた KO をすると、短縮するんで、ほら、あっという間にスキル2が打てると。まあ、こんな感じでスキル2を早く打つことがとても大事ですね。はい、カウンター発動されちゃいましたね。ここ、あー、まあ、いいや、火力一応もう60ぐらい上がったかな。もうだいぶ火力上がりましたね。いや、あそこのいる、あれも狙いたいところではあるけれども、あれ、裏行きましょうか。裏当たるんじゃね？オーケー？裏じゃなかったですけれどね。まあ、一応敵の HP、あとちょっとですね。殴れば悪いですかね。カウンター来そうな予感もする。カウンター来るか？はい、倒す。オーケーもスキルにも回復していくと。うん、素晴らしいですね。で、犬がいるんでちょっと怖いですね。はい、ここ。スキルに合わせて、無敵で攻撃と。素晴らしい！で、ドン！あ、やるね。はい、はい、はい、オッケー。タイマンも買ってスキルにも短縮されていくと。で、あそこにいる。犬さんに取られるの嫌なんで、ちょっとやめて、あー取られた。で、スキルで倒していくけ。オッケー、倒していく。で、旗を取っていきましょう。で、残り1分半ですね。一応こっちブーストなんで、まあブースト来てる間にもう一旗取っておけば、ブースト2回来るのがでかいんですけどね。敵真ん中に C2 人いるんで、スキル2を使って、ドシーンと。強くね。いやー、強えな、このメタル、やっぱり。で、来ましたね、ハンコ。まあ、ハンコに関しまして、これ、裏で決めたいとこですね。裏でどうすか？決まっていく。やばっ、待って待って。戻ってしまった。やばい。お、ゴドリチャンス、でかい。で、スキルにも回復してきますね。多分、カウンター来そうな予感もしますね。で、ここ一旦スキルに発動しておいて、はい、カウンターですね。一緒に合わせて、スキルで、ドーンと。まあ、カウンター出すタイミングで、俺も無敵なんで、スキル発動して、余裕で倒していくと。で、怖くないですね。一応、もうこれ赤髪吐き状態でスキル効かないんでね。はい、スキルで終わらせる。はい、通常攻撃で余裕で倒せてしまうと。で、C 旗向かっての、まあ、ここから、ま、もう一回旗を取ればブーストもう一回来ますね。もうそろそろ来ますね。いいですね。で、今6000も持ってるんで、マジでいいですね。はい、これも旗取ってゲッチュだぜって感じですね。裏が結構やばそうかな。真ん中来たんで、真ん中誰かな？オッケーオッケー、全然いける。で、これスキル2で、あ、バグった、びっくりした。たまーにあるよね。タゲを揃えるときってさ、たまーにさ、iPhone あるあるなんだけどさ、タゲミスるんだよね。やべえ、やっちゃった、かっこ悪いっていうところで、まあ、こんな感じで、ルフィ3点セットは、めちゃめちゃ強いってことが分かったんじゃないでしょうか。皆さんもぜひ、作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。またな。